ポポンそくにしても、えー、おとついからですかね、えー、長野県の松本市でですね、まあ、松本市長選が始まったということで、まあ、僕はこれ、えー、松本市にはね、まあ、一回行ったことも、えー、あって、でですねでまた、まあ、菅野屋市長、えー、頑張ってほしいなということで、まあ、前回の市長選もですねすごく興味深く、えー、見てたわけなんですけども、ただ、えー、菅野屋 今回、引退を表明されたということで。まあ それでね、あのー、まあ、新人6人の戦いになってると、えー、もう候補者がもう乱立してですね、まあ、本当に誰が勝つか、ね、わからない状況になっているっていうことで、まあ、それはそれで興味も、あの、あるかなっていうことでね。で、しかも今ね、やっぱそのコロナコロナでね、えー、やっぱ選挙戦にもですね、まあ、集会はしないとかですね、まあ、そういう影響も出てるわけですよね。やっぱ戦いにくい。 選挙戦になっているっていうことでもですね、まあ、今後も、まあ、そういう戦いにくい選挙戦っていうのがですね、まあ、例えば静岡4区とかね、まあ、今後も <laughs>、まぁいろいろ自治体の選挙とかもあるんで、まあ、そういうところの、まあ、テストケースみたいなとしてもですね、まあ、この松本市長選の行方っていうのが、まあ僕的にもちょっと気になるかなというのもあるんですよね。 うんまあ、ただ、菅野屋市長がですね、まあ、きちんと後継候補を決めずにまあ引退を表明されたというね、えー、まあただ、<laughs> 引退を表明した後にあのに、菅野屋さんがですねあの長野県の元健康福祉部長の大月義則さんという 方にまあ、今回、大月さんも、あの、出てはるということで、まあ、そこでもなんかいろいろね、なんかごちゃごちゃしてて、まあ、僕はもう一つ、菅野屋さん自体も、ちゃんともうちょっとね、 あの、決めるなら決める、え、決めないなら決めないっていうね、僕はちゃんとはっきりさせてほしかったなと思うんですけども、ただ、本当にね、もう誰が勝つか、えー、まわ、あ、からないっていうかね、もう本当にその、場合によってはですね、今回6人も出てるんで、有効投票率の4分の1です、25%取ってないと、えー、当選してもですね、もう、あの、当選にならないっていうね、 再選挙になるっていう仕組みもあるんで、まあ、そういうことから言ってもですね、この松本市長選っていうのは、あの、松本市じゃない人にとっても、あの、面白い選挙なんちゃうかなと、まあ、千葉県の市川市でのね、市川市長選でも再選挙があってね、えー、どうなるんだろうというふうに、あの、そこも僕は興味深を見てたんですけども、まあ、今回の、 え、まあ、松本商戦誰が出るのかっていうと、えー、まあ、ガウン吉直さんという元 NHK 解説委員の方、この方、あの、前回も出はったんですよね。 で、えー、元県、長野県の健康福祉部長の大月義則さん、そして元テレビ朝日記者の花村慶子さん、そして元県議の桃瀬智之さんというね、で、会社役員の、えー、上条国俊さん、で、歴史研究家の米田隆二さんという方、えー、この6人が出られるということで、まあ、この中でですね、まあ、誰がその本当に、あの、勝つのかなっていうのがですね、もう本当なんか、 今回はその政党も、国政政党もですね、まあ、全然その、表立ってですね、まあ、支持表明みたいなはしてないと思うんですね。僕が今、あの、見落としてるかもしれませんけど、まあ、ほとんど自主投票であるということで、まあ、そこも見えにくいと。ね、しかもやっぱこの今回のね、コロナ、コロナでですね、なかなかその、 えー、選挙戦も満足にできないということもですね、まあ僕もそこがすごく気になってるんですけども、この中で、まあ誰が、ね、勝つのかっていうのをまあ一人ずつ見ていくとですね、やっぱその、 元 NHK 解説のガウン吉直さんというのは、前回35,850票を取ってはるんですよね。まあでもそれは菅野屋さんとの、まあほぼ一騎打ち的なですね、ま3人出てたんですけども、ほぼ一騎打ち的な中での3万5千票ですから、まあそれは今回ですね、どうなるのかなと。えー、まあただ驚いたことに連合がガウンさんを支持すると。 えー、で、しかも自民党がですね、まあ、なんか点数つけてるんですよね。一人一人に、この候補者一人一人に。その中で、ね、ガウンさんというのはですね、最高得点の97点を自民党からもらっているということで、まあ、これは一つのね、あの、ていうんですか、まあ、いい要素とは言えるんじゃないのかなと。まあ、ただ連合支持って言ってもですね、まあ、連合の中でも、 そのガウンさんの指示と、えー、元テレビ朝日記者の花村恵子さんの支援の動きもあって、それが分かれているというのが、まあ、地元紙にも書いてあるということで、まあ、自民党もですね、ガウンさんにはアンケートで97点というふうになんかつけたんですけども、えー、大月義則さんに対してもですね、自民党は77点という点数をつけているんですよね。 まあだからね、これ自民党だからといって、ガウンさんに全部流れるかっていうと、それもない感じもすると。まあだから自民党もですね、自主投票っていうことになってると思うんでね、きちんとあの、誰を支持するっていうのはちゃんと出してないっていうのもあると思うんですよね。うん。で、まあ大月よしさんに関しても、菅野屋市長が、まあ、あの、頑張ってくれよみたいなことを、まあ、 ってそれがまたあの批判されるネタにもなったんですけども、ま杉、あ、野屋さんがまあ応援、杉野屋さんと杉野屋さんの講演会ですか、えー、がまあ大月さんを押しているとで。あと労働組合も押しているということで、まあ、大月さんもね、去年12、だいぶ後になって立候補されたんですよ、去年の後半になってね。うん だから、それがどう影響するのかなと。うん。で、まあ、花村恵子さんも早くから出馬表明されて、えー、杉野屋市長のね、まあ、僕は後継候補だったらいけるんちゃうかなと、あの、有力候補だろうなというふうに、去年の段階では思ってたんですけども、まあ、その後に大月さんが出てですね、杉野屋さんが、大月さん頑張ってくれみたいなことを言ってですね、もうこれでもうちょっと一気にね、わからんようになってきたなと。 うん、で、まあ、大月、えー、大月さんは、まあ、労働組は杉野屋さん、えー、自民党は77点ということなんですけども、花村恵子さんは自民党は56点ということで、あんまりこう、あのー、 まあそっちにあんまり票流れへんのかな。自民支持層からあんまり票流れへんのかなと。ただ、松本地区の労働組合のえまあ組織票だったり、社民党、松本総本部のえ松本市政を共に作る会というのは支援しているというのがまあ地元紙に書いてあると。 まあ、いうことでね。で、まあ、あと、まあ、4人目のね、桃瀬智之さんっていう元県議の方は、えー、まあ、この人は、あの、無所属って言っていいんですかね。12,647票を、えー、元県議っていうことで、長野県議選で松本市で12,647票も取ってるっていうことで、まあ、この方も結構票を取りそうだな、というのがですね、あの、 まあこの4人。 が、やっぱ結構その、あの、まあ、組織票もあるのかなと。まあ、あと、上条さんという方は自民党が71点と、えいうふうに、まあ、付けられてて、まあ、この方も、えー、ひょっとしたら取るかもしれないと。んで、米田隆二さんという方は、まあ、ちょっと歴史研究家ということなんですけども、まあ、選挙運動とか、えー、そういうことはちょっと、ネットで見る限りはあんまりわからないですね。まあ、してたらすいませんということで。うん まあだからね、まあ、まあ、実質ね、僕はね、やっぱこのガウンさん、大月さん、花村さん、百瀬さんで、で上條さんのまあ、あの戦いになるんじゃないのかなと思うんですけれども、こうまあ、でも、決め手がないっていうね、あの地元の市議もそういうふうに語っていると。えーき あの、誰もこう、やっぱり知名度的にも、えー、そうなんなないとみんな新人ですからね。うん、だからほんで、まあ今のこの、やりにくい選挙戦の中で、やっぱり組織票、えー、持ってるとこが、やっぱりその強いんじゃないのかなっていうふうに思うと、やっぱりガウンさんだったら大月さん、えー、花村さん、百瀬さんっていう方が、まあ組織票は、 あの、あるのかなっていうふうにはね、えー、思うわけなんですけども、まあそんな中でね、ほんとどうなるのかなと、まあ、ただこの参院選の投票率ではですね、去年の参院選の投票率は48%、で、市長選も49%ということで、まあおそらくですね、そんなもんじゃないのかなと、今回もね、 うん、まあ、ひょっとしたら50%、えー、60%いくかもしれませんけども、えー、まあ、その中でね、誰がその、えー、25%の得票を取るのかっていうのをですね、やっぱ考えるのはちょっとなかなか難しいかなと、えー、いうことでね、だからまあ再選挙もあり得るんじゃないかということで、だから僕なんかもう、 再選挙になった方がもっとわかりやすいんちゃうかなっていうね。<laughs> っていう気もするんですけどね。だからでもまあ参院選で、これ本当その、えー、今回の市長選とはね、あの国政政党の指示、まあ、とかというのがわかりづらい、ね、見えにくいあれなんで、でも参院選の、えー ま、投票から行けばですね、まあ、自民党と公明党で合わせは2万7千票取ってて、で、他野党票は共産者、者み立憲、国民、ええー、まあ、令和も入れたら3万7千秒、えー、取っているということでね、まあ、この辺がもうちょっとね、なんか、 あの、はっきりすれば面白いのかなとは思うんですけども、まあ、そのためにも再選挙になった方がよりわかりやすいんじゃないのかなっていう気はするんですけどね。うん、まあ、どうなるかね、まあ、本当にこう、まあ、わからないだけに面白いんじゃないのかなと、えー、思いますね。うん。だからま、僕はま、皆さんに頑張ってほしいなっていうふうに、えー、思いますんでね、まあ、もう一週間ですかね。うん。 まあ、本当この選挙戦、ね、もう戦いにくい選挙戦で、やっぱりどうやって知恵を絞ってね、こうえー、投票に行ってもらうかということも、あのー、いろいろ考えなあかんのかなという意味でもですね、まあ、この松本市長選っていうのは、えー、僕は注目すべき、えー、選挙戦なんじゃないのかなと思うんでね、まあ、見てもらえたらなと、注目してもらったらなと、えー、思いましたね。 チャンネル登録よろしくね。